2021年ドラフト候補。とうとう直前に迫ったドラフト会議。皆さんは今年のドラフト候補を知っていますか？小園、一馬、森木、達の高校ビッグ4が注目されていますね。この4人以外にも有望なアマチュア選手がたくさんおり、知る選手が多ければ多いほどドラフト中継をより楽しめると思います。というわけで今回の動画はプロ野球ファンは押さえておきたい2021年ドラフト上位候補30人を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。ドラフト候補。今年のドラフトの傾向は投高打低。投手は小園、一馬、森木、達の高校ビッグ4、隅田、佐藤を中心とする大学投手左腕が豊富。一方、野手は即戦力候補が少ないです。また媒体によって選手の評価がバラバラで、今年のビッグ4のように目玉がはっきりしている選手たちはどの媒体でも高評価ですが、それ以外の選手だと結構評価が変わります。例えばドラフト候補の選手 A、雑誌 B では高評価。しかし雑誌 C では低評価というケースはまあまあ多いです。そこで今回はドラフト特集を組んでいる権威ある野球情報サイトである野球太郎、週刊ベースボール、スポーツナビ、この3つの媒体を総合的にチェックし、評価されている順にドラフト候補を30人ピックアップ、1人ずつ簡単に紹介したいと思います。高校生投手、小園健太。ほとんどの媒体でアマチュア最高評価を受ける本格派。最速152キロのストレートと6種類の変化球はどれも一級品と評価されています。伸びしろを残しながらも現時点ですでに完成度が高く、1年目から先発ローテ入りが期待でき、数年後には球界を代表するエースになれる可能性を秘めた逸材です。風間球太、最速157キロをマークする速球派右腕。真上から叩きつける豪快なフォームから角度あるストレートと打者の手元から鋭く落ちるフォークボールに定評があり、将来的にはエース候補としてだけでなく守護神候補としても育成できると評価されています。カウントを取る時の変化球の腕の振りが遅くなるため球種の見分けがつきやすいとの指摘もありますが、これも伸びしろです。ちなみに風間くんはドラフト当日の11日に誕生日を迎えます。おめでとうございます。森木大地、中学時代に150キロをマークし、スーパー中学生と注目されました。高校に進学すると思ったほど球速が伸びず、伸び悩みが指摘されるも、変化球の精度など総合力が向上し、ドラフトの目玉となりました。常時140キロ台後半のストレートを投げ込み、横に曲がるスライダーで空振りも奪えます。高校3年間の公式戦ではいずれも明徳義塾の高い壁に跳ねのけられ、甲子園出場はなし。一部では勝負弱さが指摘されていますが、甲子園出場なしでプロで成功を収めた選手たちは数えきれないほどいます。勝光太、肩周りの柔らかさによって可能となるダイナミックなフォームは大谷翔平選手を彷彿とさせます。球速は速くありませんが、球の回転数が多いのか打者の手元で伸びます。メジャー志向が強く、肘の炎症で不本意な成績に終わった最後の夏が終わった後のインタビューで、止まっていてもダメ、メジャーリーガーになってサイヤング賞を取る目標があると答えるほど、1年目から1軍でというわけではなく、ファームでじっくり成長させたい素材型の選手です。木村大成、力感のない投球フォームから最速150キロの直球を投じる左腕。夏の甲子園では常時140キロを超える直球と110キロ台の大きく曲がるスライダーとチェンジアップを織り交ぜ、緩急のあるピッチングを披露。ただクイックや牽制の精度などまだまだ荒削りな面があり、プロ入り後はまずファームでじっくり鍛えて数年後に一軍の舞台という感じでしょうか。石田隼人、21年春の甲子園優勝投手。春の甲子園では 29.1 回を投げ、わずか2四球しか与えない抜群の制球力を披露。奪三振率も 13.5 とストレートと変化球の両方で三振を奪いました。下級生の頃からコントロールがいいピッチャーでしたが、年々球の強さが加わり、直球は最速146キロを計測するように。ただまだまだ線が細いため、プロ入り後はまずファームでプロ仕様の体を作り、数年後に先発ローテに食い込んでいければという感じです。黒柳恭介、最速152キロの直球が武器の速球派右腕。レッドソックスの沢村投手を彷彿とさせる豪快なフォームから回転数 2400rpm を超えるキレある直球を投げ込みます。故障歴があり、1年の秋に右肘痛を発症、2年の秋にエースとして復帰すると最速150キロをチームを東海大会優勝に導き、一気にドラフト上位候補に浮上しました。春の選抜では3勝2完封を挙げるも、準決勝の明豊戦で右腕の違和感を訴え途中降板、その後ノースロー調整を得て6月に復帰しました。大学生投手、隅田知一郎。アマチュアナンバーワン様、最速150キロのストレート、6種類もの多彩な変化球を操り、その全てがカウント球にもなり勝負球にもなる高い精度を誇ります。また奪三振率も 11.06 と非常に良く、全体的に高い完成度を誇る即戦力左腕です。ただ四死球率が 4.03 と少し高いのが気になります。佐藤俊介、バランスのいい投球フォームからストレート、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、丁寧な投球で勝負する左腕。仙台高校時代から注目され、ドラフト上位候補に名を連ねるも、プロ志望
校届を出すことなくスポーツ科学の最先端を走る筑波大学に進学。大学1年から活躍し、2年には日本代表選出。しかし3年からは負けが先行し、少し停滞感が。その間ぐんぐん成長した隅田投手に大学ナンバーワンの座を奪われましたが、これまでの実績なら佐藤投手です。今週は開幕戦で自己最速152キロをマーク。その後右腹部を痛めて途中降板したもののアピールに成功しました。ムクノキ連スリークォーター気味のフォームから最速154キロの力強い速球を繰り出す右腕。奪三振率 11.01、 四死球率も 1.18 と非常に良く、三振も奪えてコントロールも抜群の投手です。大学1年からリリーフとして活躍するも、2年春に右肩と右肘を相次いで故障。地道なリハビリを重ね、3年秋に復帰すると150キロを連発。今年は先発にも挑戦していますが、プロではリリーフとして評価されています。黒原拓海、身長173センチと小柄ながら最速151キロをマークする速球派左腕。大学1年からの3年間まではリーグ戦で負けが先行するも、今年に入りコントロールと変化球の精度が大幅に向上。21年春には5勝、防御率 0.7 と圧倒的な成績を収め、評価を急上昇させています。鈴木優斗、二段モーションから最速152キロの直球を繰り出す小柄な左腕。角度ある直球と高い精度の変化球を持ち合わせています。リーグ通算四死球率 4.86 とコントロールが苦しい印象がありますが、年々改善されているとのこと。また体が丈夫で、これまで大きな故障歴がなく、多くの練習をこなすスタミナがあります。プロでは先発中継ぎ問わずタフに働いてくれそうです。山下光、身長188センチ、体重100キロの重量型左腕。小さめのテイクバックから投じられる最速151キロの直球を武器に、120キロ台のスライダー、打者の手元で少し曲がるツーシームを織り交ぜゲームメイクする能力に長けます。直球は常時140キロ台前半、回転数は 2070rpm と、圧倒的なストレートでねじ伏せるというよりは制球と緩急で勝負するタイプの印象です。1年冬にトミー・ジョン手術を受け、3年春に復帰しました。三浦銀次、総合力で勝負する小柄な右腕。1年春に最速150キロをマークするなど、1年から主戦投手として活躍するも、 2,3 年時は球威が失われ停滞。しかし最終学年となった今年は持ち直しています。直球は常時140キロ台前半ですが、回転数は 2500rpm 以上と伸びがあり、少々甘めのコースに入っても打者が打ち損じる場面が目立っていました。コントロールで大きく崩れることなく、変化球の精度も完成されていることから、即戦力として先発リリーフ問わず投げられると評価されています。赤星雄二、力感のないフォームからキレのある球をコーナーに投げ込むミスターコントロール。直球は最速152キロ、5種類の変化球を操ります。制球力が良く、今週の四死球率は 2.15、 球を低めに集めゴロで打ち取るスタイル。日本大学のエースとして今週チームを7期ぶりの一部リーグ復帰に導き、先月から始まった春季リーグでも一部のチーム相手に2試合連続完封を達成するなど、評価が急上昇しています。社会人投手、広畑敦也、社会人ナンバーワン右腕。二段モーションから繰り出される最速154キロのキレあるストレートの回転数は 2500rpm を超えます。またストレートの他にカットボール、カーブの精度も高いです。社会人1年目は先発として、そして今年は守護神として腕を振り、リリーフ適性の高さを見せました。プロでは1年目から広島栗林投手のような活躍が期待できます。森翔平、最速150キロの直球は威力があると定評。立ち上がりに課題があり、尻上がりに調子を上げていくタイプ。制球を大きく乱して崩れるタイプではなく、ゲームメイク力が評価されています。プロ入り後は空振りを取れる決め球と微妙な制球力が成功の鍵となります。山田龍生、テイクバックの小さなフォームから最速153キロのストレートを繰り出す本格派。指がかかった時の直球のキレは抜群ですが、四死球率が 3.38 と球がばらつくことがあります。そのため直近の2試合は制球を重視したのか、球速は常時140キロ台前半に抑え試合を作りました。この投球を各球団のスカウト陣は大人びた投球、修正能力が高いと評価。高卒3年目21歳とまだまだ若く、伸びしろを秘めています。独立リーグ投手、石森大成、最速155キロをマークする速球派左腕。バッターのインコースにズバッと決まる槍のようなストレートに定評があります。独立リーグでは主にリリーフとして投げ、高い奪三振率 15.61 を記録。ただ四死球率が 3.72 とコントロールに課題があります。フォームは元阪神のエース井川氏を彷彿とさせます。高校生野手、松川光、高校ナンバーワン捕手。高校通算43本塁打を放った打てる捕手、柔らかい打撃で右方向にも長打が打てます。キャッチャーとしても二塁送球タイム 1.85 秒と強肩で、高校ではキャプテンを任されるなどリーダーシップも持ち合わせています。ちなみに小園健太投手とは中学生時代からのバッテリーです。有園直樹、コロナで実戦が少ない中、高校通算70本塁打をマークした右の長距離砲。投手としても最速148キロをマークし、遠投 120m を記録する強肩を併せ持ちます。また185センチ、
96キロと大柄な体格の割に守備もスローイングも軽快と各球団スカウトが高評価、各媒体で軒並み高校ナンバーワン野手と評価されています。坂口宇多、高校通算27発を放った左の長距離砲、高校ではエースで4番の二刀流でしたが、プロのスカウトからは野手として評価されています。2年夏の県独自大会で4戦4本塁打を放ち評価を大きく上げましたが、甲府町の波が激しいのが課題で、今年に入り持ち前の長打は影を潜め評価を下げました。足は 50m6 秒3と普通で、最速143キロ、遠投 100m と肩もそこまで強くない印象です。取材のコメントは謙虚で真面目な印象を受けます。前川右京、高校通算37発をマークした左の強打者、パンチ力があり打球が速く遠くに飛ばす力は今年の高校生の中でナンバーワンとの声も多いです。春の選抜では打率2割と屈辱の結果に終わったことを受け、下半身主導でタイミングを取るフォームに改造、その回もあり夏の甲子園では打率4割5分5厘、日本塁打と大爆発、チームを準優勝に導きました。パワーと確実性を兼ね備えた強打者と評価されています。吉野創士、高校通算56発を放った右の長距離砲、体の線は細いですが天性のバットコントロールと体の使い方でボールを遠くに飛ばす技術を持ちます。雰囲気としては高校時代の巨人坂本選手、ヤクルト山田選手です。また 50m6 秒3、一塁到達タイムは右で 4.1 秒となかなかの足の速さと、遠投 110m とある程度の肩も持ち合わせています。プロ入り後はまずファームでプロ仕様の体作りに専念し、数年後に走行手3拍子揃った大型外野手に成長してくれればという感じです。大学社会人野手、古賀優斗、アマチュアナンバーワン捕手、高校通算52発のホームランを放ち、大学でも4年春に打率3割4分1厘、3本塁打を放ち、ベストナインを獲得。また守備でも2塁送球タイム 1.8 秒をマークする強肩と正確なスローイングを持ち合わせています。高校2年秋に捕手に転向、捕手歴が浅いこともあり、まだまだキャッチャーとしての伸びしろが期待できるとのことです。野口智也、フルスイングが持ち味の中距離ヒッター。リーグでは常に3割を超える安定感が持ち味。50m6 秒ジャスト、一塁到達タイム4秒3と足の速さは中の上レベルで、遠投 120m と強肩。現在はショートですが、将来的にはサード、外野が適任との評もあります。水野達樹、身長171センチと小柄ながら広角に長打が打てるショートストップ、今年の日本選手権ではサヨナラホームランを放つなど大舞台にも強いです。足は 50m6 秒、一塁到達タイム4秒とそこまで俊足ではありませんが、守備範囲の広さに定評があり、広島菊池選手のように打球反応で勝負するタイプかもしれません。正木智也、アマチュアナンバーワン野手、リーグ通算10発を放った長距離砲、今年の春では打率2割5分7厘ながらも4本塁打を放ち、そのパワーを見せつけました。体が強く、これまで目立った故障歴がありません。足の速さは 50m6 秒6、一塁到達タイム 4.5 秒とそこまで速くはなく、肩も遠投 105m と少し弱いと感じます。ブライト健太、走行手3拍子揃った大型外野手、ガーナ人の父を持ち身体能力が高いです。大学入学から3年間はリーグ戦わずか3試合、8打席の出場にとどまるも、4年生になり覚醒。春のリーグ戦で打率3割8分、3本塁打を放ち、MVP を獲得。一気にドラフト上位候補に躍り出ました。神宮の中段まで飛ばすパワー、50m5 秒8の俊足と守備範囲の広さを持ち合わせています。ただ、遠投 100m と肩は弱い印象です。梶原光輝、強い打球を放つ左の強打者、少しアッパー気味のバッティングフォームで柳田2世と呼ばれています。50m5 秒8の俊足、遠投 110m の強肩を持ち合わせ、走行手3拍子揃った素材型の大型外野手です。というわけで今回の動画は以上となります。現時点でどの球団も1位指名を公言していません。今年は他球団の動向を探りながら見極めるドラフトになり、もしかするとサプライズ指名もあるかもしれません。11日が楽しみですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。